葵麗奈の卒業ライブにお集まりの皆さん、私たち CORDL です。よろしくお願いします。はい、一人ずつ自己紹介させてください。はい、アタイル担当の高校2年生16歳の葵麗奈です。よろしくお願いします。はい、CORDL の紫色担当、高校1年生15歳最年少のこの株です。よろしくお願いします。
きそうになってるみんな。泣きそうになってない人もいるんだ。これからこれから泣くからみんな。あ、泣くから。じゃあここからね、あの卒業セレモニーをさせていただきたいと思います。はい。今日はね、今日はね、大事な日じゃん。ね。レイナとフワタンをお祝いしたいって言って来てくれてる方がいます。お願いします。
か2部で履こうかな。あ、いいいい、はい、2部で履かせていただきます。はい、大丈夫ですか。いい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 らしいです。本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。皆さんもありがとうございます。お花もね、素敵、よかった。ありがとうございました。ありがとうございました。やばい、嬉しいね。感動をもらいましたね。次は私たちがね、あの皆さんに感動を届ける番なんで、あの感動してください。はい、じゃあそろそろ次の曲じゃないわ、すいません、あのムアさんとあのレイナさんからあの一言いただいてもよろしいでしょうか。一言というか、はい、全然もうたくさん話してください。もうちょっと手紙を書いてきたんですよ。はい、もう泣きたくなさすぎて早く進めようとしてしまっちゃった。行きますね。お願いします。じゃあ座って聞いとくね。この瞬間までに達成できているでしょうか。僕は皆さんを幸せにできましたか。僕は皆さんからこんなにも素敵な笑顔をいただけて本当にとても幸せです。正直アイドルをしていて辛いことの方が多かったです。ステージに立って歌うこと、物販で私だけ並んでもらえないことを耐えること、みんなに見つけてもらえないままなんじゃないかという不安、全て怖かったです。ここまで続けるのにたくさん自分の心を殺しては泣きました。傷ついて涙も止まらなくて逃げたくて、正直死にたかったこともたくさんありました。本当に全て投げ出そうとしてゴミ箱にこの衣装を投げ捨てたこともあります。でも努力したところで全てが報われるわけじゃないし、たとえ報われたとしても傷ついた過去は辛くなくなるわけじゃないです。でも今はこれで良かったと思います。僕の傷ついて暗くて死にたかった過去は価値のあるものだと思いました。だって人の痛みを誰よりも理解できるようになったからです。傷ついた分人に優しくできたからです。傷ついた僕にしか言えない言葉がありました。僕にしか救えない人がいることを知りました。僕は自分を過信しすぎなのかもしれないです。でもそれでいいと思います。僕はみんなのおかげで自分を信じることができました。こんなに大切なことを気づかせてくれてありがとうございます。まだ恩を返しきれていない人がたくさんいます。またいつかどこかでお会いしましょう。こんな僕を見つけて愛してくれてありがとうございます。どうか幸せになってください。やばいよ、レイナはさ、なんかあの言わないタイプじゃん、本当に。でもね、そんな風に思ってたんだって。なんか、でもわかるじゃん。なんかそう、きつそうだなとか。うん、なんかそう考えらされましたね。すいません。どうぞ。いいの？心が持ってて。ちょっと手紙書いちゃうと私も号泣しちゃうんで、今日は書かないことにしました。本当に私アイドル始める前はなんか何もできなくて大丈夫なんか本当にアイドル始めてこんなに真面目に生きれたなって思って、本当は学校もなかなか行けない状態で
何もできない私なのに、アイドル始めてからこんなにもたくさんのみんなが会いに来てくれて、私に愛を伝えてくれて本当に嬉しいです。なんか今日の卒業ライブは絶対に泣かないようにしようって思ってたけど、最後の卒業セレモニーはさすがに泣いちゃいました。本当にでもまだ1年も経ってなくて、8ヶ月とかかなデビューして全然経ってないのに、みんなこんなに私のこと見つけてくれて、たくさんお話ししに来てくれて、中には月何百枚撮ったよとか、これだけ撮ったよとか言いに来てくれる人たちもいて、あ、そんなにみんなとお話しできてたんだっていう風にとても実感しました。今日ここに来れなかった人とかもいると思うんですけど、この気持ちが伝わればいいなって思っています。会いに来てくれた皆さんももちろん私の言葉が皆さんの中に伝わればいいなって思ってます。本当に今日は皆さん集まってくれてありがとうございます。もう最後曲も残り少ないし、私たち4人を見れるのももう今日のこの時間が最後だと思うんですけど、本当に最後まで楽しんでいってください。私たちのことをお見送りしてください。ありがとうございました。
丈夫？一番やばかった。一番やばかったのに。大丈夫？失礼した失礼した。なんか良くないことは良くない。でもね、そのなんかみんなのおかげで楽しかったね、ずっと。おい聞けよ。レジェ今感動的なこと言おうとしたよね。ごめんごめん。いやいや、うん、すごくね、聞いてる？聞いてる？聞いてる？めっちゃ聞いてますね。聞いてますね。なんかね、いつからだっけ、コードにあるのは。あるのは2020年ね、ぐらいですね。確かに2020年の10月入ってからはまだ1年も経たないんですけど、ね、こんなに集まってくれて、なんか、本当にね、幸せやね。なんか単純にもうありがとうございます。ありがとうございます。単純にいろいろちょっと泣いちゃうから、ね、そう、なんかもう大丈夫、泣けないくなった。そう、そう結構泣いた。泣くフラグ立ててるけど大丈夫ですか？泣くフラグ立ててる。やばいな、それは。ちょっと待った、あ、ちょっと告知させていただいてもいいですか？はい、どうぞ。今ね、卒業してくれたメンバーがいるんですけど、次2部では卒業、ね、した解散ライブ、コードいる解散ライブがあります。そこでは、りんちゃんと私2人で頑張るので、よかったら2部も遊びに来てください。お願いします。お願いします。なんか本当にね、いや本当にそう、あとね、パタンか、うん、うん、これ何時まで話していいの？もう話せなくなら、もうたくさん話したいけど話せ、話していいよって、負けって、負けって、負けって、まだちょっと2ヶ月ぐらいしか勝負してなんか言いたいことある？2人言って。なんか本当に今日来てくれてありがとうございました。ありがとうございました。Yeah.
ありがとうございます。ありがとうございます。はい、これで本当にコードル4人は最後になります。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございまし ました。はい、この後ね、週5日もありますので皆さん楽しんでいきましょう。それでは以上、私たちコードルでした。ありがとうございました。